ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏は、違法賭博問題により同球団から解雇された。米メディア、フォックススポーツは、長年連れ添った通訳を失ったことで、大谷が今後個人としてどう成長できるかについて言及している。写真日本人メジャーリーガーの歴代最高年俸ランキング。大谷が2017年12月にロサンゼルスエンゼルスと契約を結んでメジャー挑戦を始めた時、水原氏は大谷の専属通訳として一緒に渡米した。その後、試合や記者会見など様々な場面で常に同行し、つなぎ役として存在感を出していた。また、銀行口座の開設を含め、日常生活においても大谷を助けていたとされる。それが、突然、信頼していた人物に裏切られたことで、この試練によって、大谷はより心を閉ざしてしまうのだろうか。それとも、より多くの人を受け入れることに価値を見出すようになるのだろうか。大谷が後者を選ぶなら、ドジャースを助けるチャンスはもっとあるとの見解を示した。とはいえ、今回の事件が起きなかったとしても、やや孤立を生む状況だったかもしれない。同メディアは、水原が大谷の横に偏在していたら、球団とその最大のスターとの間に今後10年間、より大きな孤立が生まれたであろうことは、あまりにも容易に想像できると報じ、チームとのコミュニケーションの障害になっていた可能性を指摘している。先日、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が、緩衝材がなくなったことで、翔平はチームメイトとさらに積極的になっていると思うと語り、水原氏を介さずに済むようになったことで、良い影響が出ていることを示唆していた。これが、ドジャース加入後の初期に起きたことも、大谷の今後に好影響を与えるかもしれない。同メディアは、特にスター選手が新チームに加入した初期の段階で、監督やコーチはチームメイトに対し一緒に時間を過ごして人間的なレベルでお互いを知り、フィールド外の共通点や趣味を見つけてより良い関係を築きつながることを進める。大谷の新しいドジャースのチームメイトたちは日本の天才と野球について話すことができると言っている。それはエンゼルス時代も同じだが、元エンゼルスのチームメイトたちは、大谷の野球に関係のない私生活についてあまり詳しく知らなかったと伝えている。